オランダ領アンティルは、かつて、カリブ海の小アンティル諸島にあって、オランダ王国を構成していた、自治領である。2地域に分かれて6つの島が属していたが、1986年に、アルバが単独の自治領として分離。他の5島でも離脱を求める声が大きくなり、2010年に解体された。5島のうちキュラソー島とシントマールテン島は単独の自治領となり、 残る3島は、オランダ本国に編入された。1954年の結成当時、オランダ領アンティルは全部で6島からなっていた。6島は、ベネズエラ北西沖に3島、リーワード諸島に3島と、約8 0 0トル離れた2つの地域に分かれており、それぞれ頭文字を取って、ABC 諸島、SSS 諸島と、通称されている。オランダ領アンティルの首都は、 ABC 諸島に属するキュラソー島のウィレムスタットであった。ウィレムスタットは大航海時代以来カリーブ海地域におけるオランダの拠点であり、港と中心市街は1997年世界遺産に登録されている。SSS 諸島にあるシントマールテン島は小さな島ながら中央に国境線が走るユニークな島として知られている。この島は南部のみが オランダ領であり、北部はフランス領産マルタンである。オランダ領アンティルの島々、キュラソー島、ウィレムスタットの街並みカリブ海に位置する、これらの島々は15世紀末にスペインの支援を受けたヨーロッパの航海者によって発見された。SSS 諸島が属するリーワード諸島へは1493年、クリストファー・コロンブスが第2回の航海で到達。 ABC 諸島は1499年スペイン人、アロンソデオヘーダとイタリア人、アメリゴベスプッチによって発見された。しかし、スペイン人たちはこれらの島々に強い関心を示さず、リーワード諸島にわずかな植民を行っただけであった。17世紀、これらの島々は、オランダにシンド会社が占領することとなり、軍事拠点、公益拠点として利用された。 18世紀後半には、新ント・ユスタティウス島は、カリブ海北部で、最も繁栄した島として知られるようになり、黄金の岩と謳われるようになった。一方で、キュラソーと新ント・ユスタティウスは、奴隷貿易の島でもあった。カリブ海の島々の領有権をめぐっては、オランダ、イギリス、フランスが激しく争ったが、1814年のロンドン条約でイギリスと、1815年の、 パリ条約でフランスとの間に領土が確定した。1815年以降、オランダは、ABC 諸島を、キュラソー島及び続投、SSS 諸島を、シント・ユース・タティウス島及び続投として治めた。1828年、コストの面から両植民地は廃止され、ギアナ植民地と共に、単一の、西インド植民地として編成された。1845年、 西インド植民地は分割され、ギアナ植民地とキュラソウ植民地が再設置された。この時、シントユースタティウス植民地は再設置されず、キュラソウ植民地の一部に収められることになった。1863年に奴隷制が廃止された。1865年にはキュラソウ行政法が制定され、限られた自治が認められるようになった。 1936年に行政法は憲法によって置き換えられたが、政府の改変は表面的なものにとどまり、キュラソー植民地は依然として植民地として支配された。第二次世界大戦中、オランダ本国はドイツの占領下に置かれ、王室と政府は亡命した。1942年の演説でミルヘルミナ女王はオランダの海外領土に実地の拡大を約束した。 また、キュラソー植民地の島々は、オランダ政府の同意のもとで、アメリカ・イギリスによって占領されたが、このことは自治を求める声を高めることとなった。1948年5月、キュラソー植民地のための新たな憲法が発布され、この領域の名称は、オランダ領アンティルに改められた。これにより、アンティルには1922年のオランダの憲法が認める。 半以内で最大の自治が認められることになった。普通選挙権が認められたのもこの時である。1948年にオランダの憲法は改正されるが、アンティルの暫定憲法は1951年2月に制定された。1951年3月3日、オランダ領アンティル当初法が女王の裁下を受けて制定され、アンティルに含まれる島々に大きな自治が与えられた。 この法は、その後改定を繰り返しながら、2010年の解体まで存続することになる。1954年12月15日、オランダ王国憲章が改正され、オランダ本国とギアナ、アンティルは、オランダ王国を構成する対等のパートナーであると、された。国連はこれによって、非植民地化が完全なものになったとして、非地地域リストからアンティルを外した。 アルバリナツ後のオランダ領アンティルの旗アルバリナツ後のオランダ領アンティルの紋章1986年1月1日、アルバ島はアンティルから離脱して単独のオランダ自治領となった。アンティルには5島が残ることとなったが、これらの島々でも離脱を求めて住民投票が行われることとなる。 1993年から1994年の間に行われた投票では後党とも現状維持の方を選んだが各党の経済格差などから分離を求める声も大きくなっていた。アンティル解体を求めた連立党派は1993年にアンティル再構築のための党として結集する。この党は2002年に政権の座につき与党として アンティルの解体のために尽力することになる。2000年に行われた住民投票では、キュラソー島、ボネール島、シント・マールテン、サバ島の4島は、現状維持の不支持を選択、シント・ユース・タティウス島だけが、現状維持を支持するという結果となった。2004年10月、オランダとアンティルの合同委員会は、話し合いの結果、アンティルの解体を宣言した。 各党の経済格差などが理由である。2007年に行われた住民投票により、新トユースタティウス島以外の4党がアンティルの解体に賛成し、アルバ島のように独自のオランダ自治領になるとの票が多数を占めた。2008年12月15日の円卓会議の結果、アンティルの解体が決定され、2010年10月10日に解体が実施されるというスケジュールが、 オランダ議会で承認された。2010年10月10日、アンティルは解体された。キュラソー島とシントマールテンは単独の自治領となり、オランダ王国の構成国となった。残るボネール島、シントユースタティウス島、サバ島の3島は、オランダ本国に編入され、基礎自治体相当の特別自治体の地位が与えられた。これにより、オランダ王国は、 以下のような構成をとることとなった。ただし、オランダ本国に組み込まれる3党が EU の領域に組み込まれるのは次のステップとなった。同宿舍でのオランダ本土とオランダ海外領の島々原種はオランダ国王であり、その代理として総督が置かれていた。知事は自治政府の代表であり、閣議を開催するほか、行政府を取り仕切っていた。議会は、 オランダ領アンティル全体のもののほか各党にも地方議会がある。オランダは EU 加盟国ではあるが、オランダ領アンティルは、アルバとともに EU の海外領域であり、EU 法は適用されていなかった。この地位を EU 法が適用される外部地域へ格上げしようとする動きがあったが、ローマ条約にはそのための規定がなかったため、リスボン条約発行以降に、 先送りされていた。ベネズエラとの間に、了解問題を抱えていた。主産業は主にラム酒。キュラソー島は、オレンジのリキュールであるキュラソー発祥の地としても、知られている。この他、観光産業やオフショア金融が盛んである。混血の村跡が84%を占め、残りは、ヨーロッパ系白人などである。キュラソー島とボネール島ではオランダ語やスペイン語が、混ざり合った。 パピアメント語を話し、スペイン語も通じる。シント・マールテン島はオランダ語を母体にしたクレオール語。シント・ユースタティウス島では、英語も話す。2007年よりオランダ語に加え、和者数が多いパピアメント語、英語も、公用語となった。宗教はカトリックが87%を占め、残りはプロテスタントである。ABC 諸島の方では、近くのベネズエラ同様に野球が、 盛んに行われており、特に、キュラソー島やアルバ島からは、アメリカ合衆国のメジャーリーグベースボールでプレーする、選手を輩出している。キュラソー島出身のアンドリュー・ジョーンズは、1998年から2007年まで10年連続で、ナショナルリーグのゴールドグラブ賞を受賞する講師の外野手として知られ、また打撃でも2005年には、同リーグ最多本塁が、最多打点の2冠を獲得した。 ジョーンズは2013年から2014年まで日本プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスに所属した。アルバ島出身のシドニー・ポンソンは投手として通算298試合に登板して91勝113敗、2003年には17勝12敗、防御率3.75という成績を収めた。その他、日本プロ野球でも1995年の ヤクルトスワローズの日本一に貢献したヘンスリー、ミューレンスや2013年に、本類打日本記録となる60本を達成した、ブラディミール・バレンティンラがプレーした経験を持つ。国際大会では、ワールドベースボールクラシックやオリンピックのように、オランダ両アンティルの選手と本土の選手とが合同で、オランダ代表を結成する場合と、アイブフワールドカップのように本土とは別に独自に、 オランダ両アンティル代表を結成する場合とがある。2009年3月のワールドベースボールクラシック第2回大会には、前者の合同オランダ代表で出場し、メジャーリーグベースボールのスター選手を多く揃え、優勝候補とも言われていたドミニカ共和国代表を2度に、渡って破る、大波乱を起こした。2013年3月のワールドベースボールクラシック第3回大会では、 競合の韓国代表、キューバ代表を破るなど、初のベスト4に進出した。一方、SSS 諸島のシントマール展示まで盛んなのは、クリケットである。クリケットの国際大会の場合は、野球とは異なり、オランダ代表に入ることもなければ、独自に、オランダ領アンティル代表として出場することもない。その代わり、ジャマイカやトリニダード・トバゴなどの周辺諸国と合同で、 西インド諸島代表を結成して大会に臨む。西インド諸島は国際クリケット評議会によってテストマッチという形式の試合を行うことを認められたフルメンバーと呼ばれる12カ国のうちの一つである。オランダ領アンティル解体後はシントマールテン島のみが西インド諸島代表に参加することになっている。陸上競技では男子短距離走のチュランディ・マルティナが活躍。 100メートル競争では2007年のパンアメリカン競技大会でオデジャネイロ大会で金メダルを獲得2008年の北京オリンピックでは4位入賞を果たしたサッカーでは本国のアヤックス・アムステルダムでプレーするフルノンアニータなどを輩出している国際オリンピック委員会は2011年7月8日に開いた総会でオランダ領アンティルゴリーン委員会の承認を取り消した これによって同地域の選手は2012年ロンドンオリンピックの出場資格を失ったが、その代わりに IOC は個人の資格で独立参加選手団による出場を認めた。ウィキメディアコモンズにはオランダ領アンティルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。